まだまだ前触れでございます。先ほどご紹介いただいたんですが、大航海という名前なんですけれども、自分の人生で後悔しているわけじゃなくて、大海原を後悔していきましょうという意味でなっております。ここからはロックでいっちゃいたいと思います。嵐を表現できればこれ幸いでございます。そしてあそこで本当にですね、もうすごいラストまで声援いただきました。塩半分向いて感謝の礼、ほっ、ありがとうございました。一山本でございました。